伊藤洋輝バイエルンのもう移籍がもう決まったのが、もう決まヒアウィーゴーは出てるじゃないですか、ロマーノさんので、3000万ユーロの契約解除金だから170円だと言って51億円か、そのユーロ相場円相場で変わってなかった、大体そんぐらいですよね、51億円ぐらいですよね。でこれまずこのバエルンでの伊藤洋輝の使われ方がどうなるかっていうので、半スタメン半控えぐらいなのかなみたいに思ってますけどね。今季あのシュトゥットガルト見たんですよ、これこの配信でも喋るから。4バックの左やってるんだよね。でこのまず伊藤洋輝の持ち味って何なのっていうので結構分かりにくいじゃん。多分すげえしっかりサッカー見てたりとかシュトゥットガルト見てる人が持ち味喋れるかなみたいな、長所短所がちょっと分かりにくいと思うんだよね。で僕もそれをしっかり言語化するために見たんですよ。で伊藤洋輝に関してはちょっとブランスウェイトっぽいっていうところあるんですよね。左利きの高身長センターバックで、長所と弱点結構はっきりしてる選手ですね。ああそうだね、フィード能力ね、うん、そうそうそう、あのね、まずいいところは左足のキックでパススピードが、ショートパスのパススピードがこのね、ゲーム的に言うとスワーブパスとか言われるんだろうけど、相手から離れながら味方につくみたいな、地面這うみたいなショートパス出せて、でフィードも対角に蹴れるみたいな。で右もね、一個飛ばしのパスできたり、平均以上のもの持ってるんですよ。だからキックの精度だったりスピードが、うん、なんていうの、本当に最高級を求めたらめっちゃいい時のラポルトとかそのボヌチとかと比べなかったらすごいいい選手だ。今市場にいる選手で左利きのセンターバックでキックいい方に入ると思いますね。でただ弱点が結構ねあって、ちょっとね見た目はコマンダーっぽいんだけどビースト系なんですよ。まず準備とかディフェンスにおける準備、特に伊藤洋輝が左センターバックやってて相手のウイングが仕掛けてサイドバック行ってる時に、ここのスペースをボランチも埋めない、伊藤洋輝もずれない、結果こういうとこ走られたりとか抜かれた時のこのカバーが遅くなってそれでやられちゃうとか危ないところは結構いいね。だこのスライドが遅かったり準備の距離感、裏抜けするとき、相手が裏抜け狙ってるときにちょっとバックステップ踏みながら縦パス狙ってきたらいけるみたいな、ここの距離感の作り方とかで、首振りとコーチングが少ないから、左サイドバックミッシェル、ドイツ代表だ、俺あの選手ちゃんと見てさ、あやっぱ結構外すなみたいな、外すっていうのはサイドからこっちからクロス上がってくるときに伊藤洋輝の背中のマークをこのサイドバックが外してるからやられるみたいなシーンがあって、あと伊藤洋輝はシンプル寄りすぎてたりとか、このいいセンターバックというかこのコーチングが上手いセンターバック見抜く基準として、逆サイドにボール合うときに反対のサイドのサイドバックだったり自分の前のボランチとめちゃくちゃコミュニケーション取るんですよ。チアゴシューバとかファンダイクとか富安とか、だそれがすごく、足りないんですね。だこう首振りとコーチング少ないから立ち位置がちょっと悪くなってる瞬間が多い。でパス上手いんだけど相手の矢印見るの苦手で、伊藤洋輝こうボール持っててボランチがこう受けに来ます、相手が狙ってますみたいな時に出してレイオフできない時にここで引っかかってやられるっていう、こう落とせる時ないけどそうじゃない時にちょっとパスの、つけちゃいけない瞬間つけちゃってたり、つける足がちょっと左にもらってたら相手のプレス的にはいけたのに右の方につけちゃって失うみたいな、ちょっとビルドアップのディテール気にするとパスのスピードとかフィードの精度はいいんだけど、つけどころとかパスの使い方みたいなところでちょっとカウンター食らってるシーンが多いんですよね。でパスつけた後にパスつけてちょっと距離取り直すとかできるんだけど、例えば横にパスつけます、その人にプレス行きます、パスつけて2歩後ろ下がるだけでもう1回こっち触れるのが、この2歩後ろに下がるの遅いとか、サイドにパスつけた後にこう作り直したらもう1回迂回できるのに、ここ作り直し遅くてこの選手が困った後に作り直すからちょっと遅いっていうとこあって、攻守においてこのこうなったらこうなるっていう2手目3手目を予測した早い行動みたいなのがちょっと苦手なんですよね。ただこれ話す順番重要で、ただめちゃくちゃいいのが1対1強いんですよ。
これがやっぱりミス・リンタートが日本から J2 から連れてった理由だし、バエルンが呼ぶ理由、バエルンとかレアル・マドリとかその国のトップのクラブってやっぱりそもそも足遅いとか、そもそも戦えないみたいな、そもそもフィジカルバトルできないみたいな、そういうアスリート能力が低いディフェンダーって取らないですよ。なんで1対1の直線的な、裏抜かれました、そこに追いつくみたいなのはできるんで、直線的なスピードで、あとは対人の時の姿勢、遅い選手というか振り切られやすい選手って、昔の富安とかもそうだけど、みんながドリブルしてるとして俺がディフェンスで後前傾姿勢になってたらこっち抜くでしょ。これが伊藤博樹は結構体立ててちゃんと相手のボールの動かし方に合わせてサイドステップ踏めるようにしてる。だこの対人の時の姿勢で体立ってるっていうのがいいっすね。で抜かれそうになった時に腕使える、腕を先に入れてデュエルするっていうのができるし、スライディングもファールになりにくい、相手の方に近い側の足を出してボール刈り取るとか、遠い方の足出して、足出してない側の足を相手の軸足の方にかけちゃうみたいの少ないですね。なんで左利きで対人全般が強いけど、準備能力とかパスのつけどころとか、そういうところはの改善の余地があるみたいな。なんでブランスウェイと確かに似てるなって思いました。で1対1、シンプルな1対1は強かったりとかするんだけど、ディレイが苦手。どういうことかっていうと、俺見たシーンだと、ここでパスつけます、失いますってなった時に、ここでサイドバック絞ってくるまでちょっとディレイして、サイドバック絞ってきたらアタックかけて抜かれたとしても他の選手カバー来てるのはいいんだけど、このまだサイドバック絞ってきてない時に一か八かで前行っちゃってぶち抜かれて危ないみたいな。なんでディレイ使う時とディレイ使わないで自分一人で対応する時っていう、そこの判断もちょっと苦手。 なんで判断項目系が全般的にちょっと苦手だけど、ただ逆に日本人にないというか、日本人があんまり強みにされないデカさで弾き返すとか、直線的な速さで追いつくみたいな、でちょっと外国人みたいなプレイヤーですね。なんで、まあ、伊藤博樹はバイエルンで使われるんだったら、フォーバックだったら組む人、両サイドのサイドバックとかセンターバックがお兄さんキャラだったり、僕は3バックの左が一番いいと思います。3バックの左だと受けてウイングつけれる、つけれなかったら真ん中戻すとか、プレーをパターン化してあげること、何でもやっていいよだと困っちゃうタイプだと思いますね。キム・ミンジェとかウパメカのほどではないにしても困る側の選手だと思うんで、でヨナタン・ター取ってきて、ターと2人で組ますのか、アルフォンソ・デイビス残んなかったらサイドバックやらされたりするのかね。一番いいのは4バックの右肩上がりで3バック形成とかが一番いいですけどね。ただキミヒ出ていかなかったら4バックの右キミヒあるだろうけど、キミヒはねバルサ行きたいだろうし、マズラウイも出すっていうし、その辺の他の選手のところで基本的に、あとコンパニはあれなんですよ、コンパニとかアルテタとかペップとか、あの派閥は基本両利きのディフェンス好きなんてか両利き好きなんで、伊藤博樹は結構右も蹴れんのもいいと思いますね。そうだから今までの日本人のディフェンスではレベル高いけど、冨安とかと比べちゃダメみたいな感じですね。そうそうそう。でなんかあれだよね、こういうの言った時さ、僕はこの分析の精度でこういうねチャンネルやっててみんな来てくれてみたいな、いいことしか言わない人だったら聞く必要ないからこんないてくれないと思うんで、みんななんだけど、この冨安とかさ、誰だろうな、海外の選手とかで言うとベルナード・シューバーとか、こう何でもできる系の選手じゃん、そういうのを絶賛しちゃうじゃん。だから結果この伊藤博樹みたいに長所と短所両方説明すると、短所説明してる時点で嫌いとか言われるんですけど、そのレベルの批判してくる人はマジでレベル低いんで相手にしないんで、それは勝手に言ってくださいそういう何でも褒める人、好きな人はそっち行ってくださいって感じなのは言っときますね。エオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアーボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。